池田信康さんは、J リーグ浦和レッズなどでプレーした元プロサッカー選手です。引退後はサッカーの指導者として活躍しています。そんな池田さんは以前山本美優さんと結婚していますし、子供、山本アーセンさんが生まれましたよね。残念ながら離婚してしまいましたが、その後再婚はしたのでしょうか。これらの話題に加え、爽やかイケメンだった若い頃についてもスポットを当てて調べてみました。池田さんの現役時代をよく知る人も、あまり知らないという方でも楽しめる内容となっているので、ぜひ最後までお付き合いください。池田信康のプロフィール、愛称、ノブさん、本名、池田信康、生年月日、1970年、昭和45年、5月18日。身長、170センチメートル、出身地、埼玉県、最終学歴、早稲田大学卒業、墨汁。池田信康は再婚していない。池田信康と山本美優は元夫婦。池田信康の子供、山本アーセンは格闘家。池田信康、若い頃のエピソードまとめ。池田信康は再婚していない。池田信康さんは、元嫁と離婚した後は再婚していないと思われます。池田さんは1999年に離婚しているので、独身に戻ってかなり時間が経っていますよね。離婚した時点ではまだ29歳という若さだったため、その後別の方と結婚することも十分可能だったはずです。しかし、調べたところこれまでに池田さんが再婚したという情報は見られません。その理由については明かされたことがないので想像するしかありませんが、なかなかいい出会いがなかっただけかもしれませんよね。とはいえ、池田さんは2024年現在で54歳なので、現代の感覚からすればまだまだ若いですよね。これから素敵な方と知り合って、再婚の可能性も十分考えられるでしょう。池田信康と山本美優は元夫婦。池田信康さんは1995年レスリング選手の山本美優さんと結婚しました。山本さんは父がミュンヘンオリンピックのレスリング代表、山本育英さん、弟は山本、キッド則文さん、妹は山本聖子さんです。兄弟は父によって小学校の頃から鍛えられていたというので、揃って活躍しているのも不思議ではありませんね。彼女は、13歳の頃に第1回全日本女子選手権で優勝したのを皮切りに17歳で世界選手権優勝を果たすなど活躍を見せました。そんな最強の女、山本美優さんと J リーガーが結婚したのですから、スポーツ界の最強カップル誕生ですよね。サッカーとレスリングでジャンルは異なりますが、同じアスリート同士お互いのことを理解し合える素敵な夫婦になりそうです。しかし、現実には二人の結婚生活は長く続かず、約4年後の99年には離婚しています。離婚理由は明かされていませんが、噂レベルの話としては結婚を機に引退していた山本さんが1998年に現役復帰したのが原因ではと言われているようです。ちなみにこの元嫁である山本美優さんは、池田さんとの離婚後に3度再婚しています。まずは2000年7月に格闘家の遠征井上と再婚しました。しかし、残念ながらこの結婚も長くは続かず2004年8月には離婚となります。
その後2006年4月にはトリノオリンピック男子アルペンスキー代表、佐々木明さんと3度目の結婚。この結婚では、彼女にとって第二子となるアーノンさん、第三子ミーヤさんを出産し、夫婦仲は良好であるかに思われました。しかし、結局は2011年に佐々木さんとも離婚してしまうのです。そんな彼女が2020年には4度目の結婚を発表、お相手はグアムを拠点とする総合格闘家カイル・アゴンさんと発表されました。カイルさんはグアム出身のアメリカ人で、年齢は14歳年下というので、ミユーさんは今でも男性にモテるのでしょうね。元が、結婚、離婚を繰り返す元嫁にどういう思いを抱えているかはわかりませんが、優しそうな池田さんなのできっと心の中でお祝いしているのではないでしょうか。池田信康の子供、山本アーセンは格闘家。池田信康さんには、元妻、山本美優さんとの間に山本アーセンさんという子供がいます。彼は1996年生まれで、レスリングと総合格闘技の選手なので、どちらかというと母親の影響の方が強そうですね。出生した時の名前は池田玲だったそうですが、その後母親である美優さんが沿線井上さんと再婚したことからアテネという意味を込めてアーセンに改名されたそうです。アーセンさんは、両親が離婚した99年はまだ3歳で、その後は母親と一緒に暮らしています。その後どれくらい父と会う機会があったのかも不明ですし、実父である池田さんとどれくらい親しいのかについてもよくわかっていません。さて、そんな息子アーセンさんも立派に成長し、2016年には20歳の若さで結婚を発表しました。相手の女性については詳細が明かされていないため、おそらく一般女性と考えられます。その後19年には子供も誕生しているので、池田さんには孫もいることになりますね。池田さんは息子の格闘家としての活躍やプライベートでしっかり家庭を築いている姿を見て、密かに誇らしく思っていることでしょう。池田信康、若い頃のエピソードまとめ。池田信康さんは若い頃、J リーグで活躍する爽やかイケメンでした。池田さんは2023年に浦和レッズのコーチに就任しました。引退後は同チームでトップチームのコーチ、ユースの監督などを歴任しており、すっかり指導者の顔です。そんな池田さんは現役時代も1993年から99年まで同チームでプレーしました。その後は2000年に川崎フロンターレに移籍、2001年から2002年は水戸ホーリックでもプレーしましたが、やはり浦和の選手というイメージが強いですよね。そんな若い頃は、MF や FW を任されるなど器用なプレイヤーで、また豊富な運動量を誇りました。その頃の写真を見ると、とても爽やかなイケメンなので女性にはモテたのではないでしょうか。サッカー選手というと、少しチャラチャラしたイメージもありますが、そんなこともなくスポーツマンらしいところが好印象を与えます。そんな池田さんは、ゴールを決めるとビスマルク選手のお祈りに対抗してお焼香ポーズをとるなど面白いパフォーマンスでも知られました。当時マスコミにこのポーズについて尋ねられた際には、私は仏教徒なのでお焼香です、などと答えたというので面白いですね。しかし、そんな彼は次第に怪我に悩まされるようになり、プロ3年目からは控えに回ることが多くなってしまします。
池田さんは若い頃、良くも悪くもいろんな思いを経験したのですね。そんな池田さんだからこそ、今は指導者として選手たちの心に響くアドバイスができるのかもしれません。指導者になってからは、なかなか試合に絡めなかった選手に、焦らず、続けることが大事、と声をかけるなど、みんなを励ましながらチームを引っ張ります。そういう選手の気持ちに寄り添える点に加え、池田さんは若い頃からとにかく明るい性格をしています。指導者になった今でも、トレーニング中に常に大きな声を出してチームを盛り上げてくれる存在でもあるようです。池田さんはその持ち前の明るさを活かし、チームの雰囲気をポジティブに変えることができると言います。若い頃から縁がある浦和レッズで、これからもコーチとしてその力を発揮し続けていただきたいですね。